扉は対侵入者用の偽物であるな。マグネパワーで剥がしてしまうのである。にあるブロックにマグネパワーを当て移動するのである。
サンキュー。助かったぜ。俺の名はウォルト。ちょっと油断したら捕まっちまってこのざまだ。エジソンさんに呼ばれてみんなを助けに来たの。お前ミクロマンか。見たことねえが。はまあいいや、敵じゃなさそうだしな。俺もド派手に暴れてやりたいところだが、ミクロチームが抜かれていて何にもできやしねえ。ミクロマン基地にエジソンがいるんなら転送してもらうとするか。悪いが後のことは頼むぜ。そうそう、敵さんからこいつを奪っておいたんだ。お前にやるぜ。どっかにベルタとホバージャックもいるはずだ。あいつらも助けてやってくれ。じゃあな。
扉に何かを挟んで閉まるのを防ぐのである。まずはカードキーを元に戻してそばの機械を扉まで移動させるのである。これならカードキーを取っても扉は閉まらないのである。Thank you.
てくれたの？はじめまして。私の名前はベルタよ。私は戦闘能力を持たないので、ウォルトたちのようにミクロジウムは取られなかったのだけれど、ここに閉じ込められて困っていたの。助けてくれてありがとう。ウォルトを助けたということは、あとオバージャックがどこかにいるはずね。私も手伝ってあげるわ。一緒に探しましょう。多分こっちよ。どうしたの？早く行きましょう。生き残りがいたのか。コブラージのやつ、手を抜きやがったな。まあいい、この俺が片付けてやろう。ミクロマン、覚悟くらえ。おお、どうだミクロマン。役立たずめが。二度と私の前に姿を見せるな。なぜ俺を助ける？ホバージャックを助ける方が先よ。こっちにいるんじゃないかしら。ようやく助かったか。しかし、まさかベルタ姉さんが来てくれるとは思わなかったぜ。だが、意外なこともあるもんだな。
ベルタ姉さんにこんな可愛い妹がいたとはね。バカなこと言ってる場合じゃないわよ。この子が私とオートを救ってくれたのよ。あなたに頼みがあるわ。この子をここから脱出させてあげてほしいの。ベルタ姉さんのお願いじゃ断るわけにはいかないな。私は足手まといになんていけないから、ミクロマン基地に帰ります。二人の無事を祈ってるわよ。いいね。戦場では女の一言でやる気が出るってもんだよな。いつまでもバカ言ってるんじゃないの。痛いの見るわよ。分かってるって。それじゃ俺はまず脱出口を探しに行くぜ。エジソン聞こえる？ベルタよ、ポイントスキャンできたら転送お願い。それじゃひとまず解散だ。